はい、皆さんこんばんは。こんにちはでした。はい。ちょっと撮影時間が夜だったため。はい。はい、ハレルヤプロスの津村です。はい、ハレルヤプロスの井川佳彦です。はい、始まりました第17回、MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。はい、まああっという間に17回目をおかげさまで迎えたわけなんですが。お、17回目。今回はちょっとフォーマットが特殊ということで。はい、でもちょっと待って、まあ、でも今回のフォーマットの話をするんだったら、このフォーマットは、まあ、先にデッキリストをね、見てもらった方がいいかなと思いますよと。はい、じゃあちょっと早速デッキリストをご覧ください。はい、ババン。おお、おお、お、ここは入っているのか。入っててほしいという感じでね。やっぱまあこの基本地形だけのデッキはマジック最高ということで。そうですね、美しい、はい、最強ですねという形で、はい、はい、今日のフォーマットはモミールベーシック。わー、待ってましたー。井川さんはよく放送でやってるフォーマットですよね。そうですね、はい、はい、で今回のこのモミールというルールを簡単にお伝えすると、はい、ちょっと特殊なルールなんですけど、アバターというこのモミール、ね、ビッグシミールかな、ビジョナリーいるかな。はい、これの能力がありまして、まず初期ライフが4点増えたりとかいろいろあるんですけど、まあ、一番の注目点は X マナで、手札からカードを1枚捨てると、そのマナコストのクリーチャーがランダムで登場する。そう、トークンがね。そうですね、そのトークンたちを使ってゲームをしていくっていう特殊なゲームです。マジックの中でもかなり一風変わったランダム性を楽しむゲームですね。ただ意外と細かい戦闘とか重要ですし、まあ、今までのクリーチャー全部出てくるそう、こんなクリーチャーいたんだみたいなのがすごい楽しめるゲームになってます。まあそんなわけで早速、はい、じゃあ試合やっていきましょうか。はい、まあ、今回はねちょっとリアルのモミールベーシックということで、はい、まあ、厳密に全部のクリーチャーが出てくるわけではないんですけれども、ちょっとそこだけご了承いただければなと思います。はい、はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、子供は先手派、後手派？ちなみに、モミール。僕は後手派です。後手派か、まあ俺先手派なんで、じゃあ先手もらっちゃうか。うん、ダイスロールしても一緒だもんね。そうっす。はいはい、じゃあ先手で。お、これいいハンドだな。ちょっと、これ見えます？珍しいカード、これ使えるようになったんですけど、どうやらマジックオンラインで。はい、っていう形で、まあかなりの高ハンドという感じですね。まあ、こちらは感動とかもない。まあ、もみえるやなっていう。はい、はい、じゃあお願いします。まあ、一旦目は特になく終わり。終わりです。はい。まあ、このね、二旦目からがね、勝負なんですね。マナクリ、頼む！マナクリをくれ！ X2！ で、ドゥドゥッドゥーン、バン。お！あ、惜しい！あ、惜しい！こっちじゃない！アゾリウスギルドメージじゃない！まあ、でも、まあまあ。まあ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 。まあまあ、まあまあ、終わり。頼む、アゾリウス。アゾリウスは負けー。見てよ。す、じゃあ2で、2で、はい、ババパン、ダーン、ダーン、死にそう。消失1、早速消失1 消失1ってことは、次のターン他のクリーチャーが、お、すごい、他のクリーチャーがあなたのコントロール元で出る。でも旅、あ、次のアップキープ死ぬ。次のアップキープ死ぬね。オーマイグッドネス。賞賛じゃないからね、消失だからね。はい、ドロー。で、まあ、先手はね、手札1枚分少ないので、まあ、一旦パスするのはこのターンだね。ということで、なんと引きましたよ、はい、アレッジ。お、珍しい。エンド。シュッシュッ、シュッボフン。ドーン。ドロー。さすがに勝手に死ぬ人ちょっと入れんといてほしいね。じゃあ、こっちは後手なんで、3。はい。あっ、はい、お、いい、いい、強い。お、きつい。リリアのスペクター。うん、まあまあ捨てるか。はい、で終わりです。ドロー。こうなるともう一ターン飛ばす必要あるから、このゲーム基本的に8マナを目指して動くので、手札1枚っていうのはかなり大きいです。今1枚で井川さんディスカードさせられたんで、このまま起動してると7で止まっちゃうんですよね。そう、8を目指そうとすると1回、ま、もう1回どっかで我慢しなきゃいけないという形ですね。まあ要するに手札1枚捨てると、まあ、クリーチャーが1体出なくなるって考えてもらえると分かりやすいかと思います。なんで、このターンもパスかなぁ。2点。はい。22。あれ？これ、リュウチでしょ。リュウチだね。あ、結構強い。止めてもよかった。いや、飛行クリちゃんの方だ。おお、なんとシュッ。こちらは。おぉ。おぉ。ダーッ！
わ懐かしい。お次あ懐かしい、4-7-2-4でスレッシュロードすると飛行とプライチすぐね、スレッシュロードするからね、このかこのゲーム。あと4枚墓地にやるとスレッシュロード達成です。で、はい、2件22で終了です。はい、フドロで、まあこのね、起動型能力が強いとはいえ毎ターントークン出しますよと。はい、X イコール5、ディスカードは森はいらないかな。はい、バババン、はい、ドーン、強そう。お派遣か、派遣ズジューンで、これトークンなんです。さよなら。77トランプル、トランプルないな。77懐かしいね。仮想のタイタン、あれ変わり身のタイタンですね。5-7-7-7派遣、あのデカさに対抗戦するよ。こちらも5、じゃりーん、あーお、デカそう。しかし今3-3スレッシュルドすると6-6。あー、これターボランドで使われてたやつだね、エクステンデッドの。僕大好きでした。懐かしい。一応全員でブロックするとか倒せる、一応倒せる。まあそうだね、こことここみたいな感じで。ラッコもう全色揃えとか、きれいに6種類揃えて、しましまはネムナークがあるか、しま取っとくか。はい、6、はい、まあまあ、4-4飛行でかい、強い、ありー。でこれが3-5飛行になるのか、スレッシュルドしたら。あと3ターン後ぐらい、じゃあ殴るか。バーン、ゴー。はい、じゃあ飛ばします。お、さあ、ちょっとモミール上級者としては信じられない、うん、森を6ターン目までには置くなと、あれほどあんちゃんが言ってたのに。いやいや、もう最近はね、そういうのないからね。さあ、森はさ、出ないから。おじゃねん、おじゃねんだけでしょ。お、強い、じゃん。お、警備隊長、はい、3体そんなに。兵士トークンあるかな、ちゃんと用意されてる。そう、ハレリアならね。スピリンないの。ないよ、そんなね。くそ、上級じゃないから。なんとトークンの用意があった。昭和のカード。しかし、さすがに強いな。22が3体で、22が3体終わりです。はい、スピリないんですってけど。黒は、黒死病の悪魔だけか、あんまり使わない。まあ、普通に山の方か置いて、沼はもう捨てるか。はい、はい、これ書いたの。ジュジュジュン、バビーン、なんか弱そう。どう見てもバニラ、どう見てもバニラ。なんなら名前がわからない。シビキュリスカーザム、まあよくあるレジェンドのレジェンドって、要するにバニラだよ。伝説のクリーチャーですからね。これ殴ると、よく空間されて、まあ結構微妙だな。殴れなそう、パッと見。あれ、いいんですか。うん、うん、ちょっとね、結構フルパンでライフが詰まるのも嫌だから。じゃあ7で。おお、はい、おお、おお、でかでか、787、ゴリアススフィンクス、懐かしいな。これワールドウェイクのカードだよね、確か。エクスプルーフはない、ない、そんな上級ではない。おいで、でかっ、すごいっすね。787ってなかなかない。87飛行3番か。しかし、まあ、こっからだからね、このゲームは。さあ、8、運命の、うーん、イデオアバシン、ドン、うわー、よっしゃー、タコは強すぎ、強い、やばい。これね、タコは GG、 8マナ払って殴るだけのイージーゲームが。こっちはタコを殺せるカードが欲しいんで頼みます。いや、これ勝てるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これが16点でしょ。でもさすがにまだ生きてるか。1、2、3、4、あれね、さすがに生きてるな。16点で開始。これ、あ、これが1か。あ、違う、ダブルストライク、ダブルストライクだから一方だね。まあフルパンしますから。とりあえずも全員殴らなきゃいけない、とんでもないクリーチャーなので。はい、じゃあ攻撃宣言。まあこれだね、おおむね。スッスッスッと。お互いダブストだから、これ一方だもんな、64で。これはね、個人的にモミールで最も迷惑なクリーチャーです。まあ、まあ、とんでもない。これがブロックで、まあトークン1体ブロックして2、4、2、4、6、8点か。
じゃあ先制攻撃で先制攻撃でバーンで合計で8点入って14かなで終了です。あれあ、違うあれスペクターは死んでないよ。通ってる。あ、通ってる、うん、これがチャンプだった。これが通ってる。4、6、8点12点はい10はいで終了です。あとはドローン攻撃宣言。はい8マナチャン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 。おーダーレード28点ボーン。ボこいつほんまほんまほんまモミール史上一番嫌い。さすがさすがモミール。いいよこれが醍醐味ですな。はい、はい、じゃあ2本目という形で。はい、1本目は負けてしまいましたけど、まあ今日はゆるく全部の手で選べる限りで後手キャラを突き通すよと。はい、じゃあまあもう見せなくていいかって。あれ昔ね俺ダブマリまでしたことあるな。ダブマリは病気ですね。もう1回はあるけど。ちょっとね他のゲームと間違えてね山7枚やんと思って6枚やんってやったら、おっマニにバニラですね。バニラです。バニラですね。墓地にあるクリーチャーって何を何をおっしゃってるの。このゲーム墓地にクリーチャーカード落ちないんだよな。さあ2にします。シュン。うわうわデルビッシュデルビッシュ疾風のデルビッシュ。いいね懐かしいね。昔サイドボードで使ってました。昔ってどんだけ昔なんだよっていう。15年前とか。まあ基本的に3ターン目はエンドね。じゃあ8先手は殴り合おうぜ。殴り合おうぜ。実際殴ってもいいか。ゴミそっちがね外れの2を引いたからな。外れって失礼な。じゃあ殴りましょうよ。まあ8、7連打でもいいか。じゃあ一回起動して考えるか。まあ一回起動して殴る。じゃあ殴らない方がいいと。はい、ドゥルン。ブラッ。お強そう。お強い。平地今ない。HR とプライチスピリン、あ、白村でスピリンか。でもこれはじゃあこのターンは5か。これ殴られるとバカだもんね。22になるし。はいはい、終わり。ターン、まあ、飛行に5点みたいなクリーチャー。いい、ね、飛行が出るのはいいね。ほはい、新セットの3マナ1になる。誰これああピースキーパー。ピースキーパーだ。まあ一旦しかキープできないエンドです。はい、ってことで白1払うと維持できるけど全員殴れない、はい、まあとりあえずこのターンは俺は殴れないのでどうしようかな。もうライフ詰めるプランで行くんだったらこれが次のターン落ちるでしょ。だったらもうクリーチャー展開するか。でクリーチャーを展開してシュッデーン。よっ、おっ怖い。ピクロピクロピクロじゃあ殴れないからね。終わり。ボフン。お、そろそろなんかねインパクトフルな感じ。ダメだな。お、アグロプロを取ったのに思ったより殴れないな。これだと。おお。何何何。おお。終わりです。くえ。俺の極僕の英文が。ってなるとこれはもうロングゲームになりそうだな。じゃあちょっとアグロプロやめ。終わり。僕は出しますよ。ガンガン行くぞ。じゃあやめですよ。そろそろします。ふん海賊船。おお、何これ。黒馬と何が使える今。青赤が使える。青赤が使える。大体ねマナ払わないゲームだからねこのゲーム。コップに戻れる意味不明。白黒が一番強いね一応。あ、ブロックか攻撃してるクリーチャープロセス。そうだね。ザはい2点終わりです。はい22とドロー。再生もできる。最近はもう渡りクリーチャーとかもういなくなったからな。言ったね。出てこないよ。シュッほらドーン。イフ真っ黒クロスケみたいになっちゃいますけど24、6マナ24って何やねんさすがに。フィラだけ。ほんまに。いや島サイクリング沼サイクリングだからねしょうがないよ。やっぱちょっと出すのはこいつのちょっと戦場じゃないから。すごいね。外れも外れ。いでおじゃねん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 。おー強い。スパイアゴーレム、スパイアゴーレム24飛行で喜ぶ僕ら。おいです。はいはい、という感じで。じゃあ7ターン目からこっからだねゲームは。ほら
現状ちょっと飛行分にこっちが有利。そうだね。山田がもういい。はい、フェイジ来い。うーん、フェイジ犠牲ら麻雀七マナ八八。うん、アンタップフェーズにアンタップしない。これゼロもしかして、ね、相手が島ないと殴れなくてあ、でも島あるからとりあえず生きてはいる。生息条件島だね。はい、はい、島あるやん、殴れるやん。まあ、あとなんかいろいろついてるけど、割とテキストクソ長いっすね。うん、使われる。あ、あれだね、とりあえず起きないから、起きるためにはクリーチャー避けなきゃいけないから、まあ大体殴んないね。ほっほい。あ、アレッジを捨てるだなんてもういらんもんな。デュデュバラスク山田55。あ、これけど裏面ないから平にはなれない。平にはなれない。お、じゃ あってことは常に常にこう、まあバニラ逃げる。シュッシュッドラゴンとシュッ。やっぱこっからだよね。はい、モミールは8から。はい、最近のカード、弱っ。探査接近。いや探査探査じゃないよこのゲーム。もう探査とかサイクリングとかなんやねん君たち。終わり。ゴミだらけやな、ちょっとこっちの場面。そろそろクローマとか行ってもいいのでは。うん、白黒が、あ、白黒がある。まあ、でパンプはできる。パンプももちろん、すべてあるため。パンプは白赤。まあ、これでいいの。これでダブルブロックで。いや、飛ぼうかな。あ、飛ぶ。ライフ詰める。お、お、ライフを詰めるプラン。6を起動しながら、ね、6。なるほど。ス、6、6、6ですか。おお、リース、強い、やば、やば、先導するね。ちょっと、ちょっと、7点。で、7点。13。お、一瞬じゃない、エンド。まあ、パッと見、盤面に13点があるね。やばい。どういうか、答えてくれた。っていう感じで、まあ、まあ、9ですね。9起動ですね、これは。まあ、9の方が飛行クリーチャーが8より多いので9起動します。はい、はい、まあバニラでしょう。いや、そんなわけないでしょ。おい、ティーカー55飛行恐るに足らずティーカーのドラゴン。まあ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 懐かしいね。終わり。これで6マナでバウンスクリーチャーを引いて勝利。むちゃんこきついぞこれ。これ、相手のも数えるんでしょ。そうだよ。おっと、こいつらいいやん。すごいやん。何色って言えばいいの。何色。いや、チャンプし、チャース、チャンプするか。さすがに、さすがにチャンプしそうだけどな。ちょっとずつ飛んでいくか。うん、全部まあまあ、チャンプだね。一緒。これだと、生き残るだけか。まあ、ちなみに遠くに何台出るこれ。黒が1、2、3、4、5体か。黒が一番多いのか。そう、緑、そうだね、黒だね。5体出ると盤面で死ぬか。うん、チャンプから8キロしかないか、もう。そうなると合ってる、合ってるかな。はい、7点か。7点で6で、ここ一方で一応6で。6はね、6は安全、死ぬことがほぼない。自滅クリーチャーあんまないね。うわ、6丸55生息条件しまう。うん、まあまあ、昔っぽいから大好き。いい、大好き。ドロー。黒を残しとくといいのかな。あいつがいるもんね。マナコスト。そう、マナコスト分一元下げるやつがいるから。シュッシュッ。8では、せーの、ドーン。ストロサース、ストロサース。 My life is 6。 シンデレラ、ジジイ、シンデレラ。いや、僕ね、リースめっちゃ好きだったの。なに、ファイ、ノーファイヤーズ。いや、普通のファイヤーズに1枚だけ入ってて。はいはい、白入りでね。はい、まあ2枚以上手に入らなかったっていう伝説のカード。その時マジック始めたぐらいでね。あの、まあ当然極楽鳥持ってないから、だいたいクイリーオンエルフ。いや、僕その時はもう揃ってました。あ、もう結構ガチ、じゃ結構ガチガチにやってた頃だもん。日戦予選とか普通に出てました。じゃあ3本目も、はい、私が先行ということで。いいんですか。オフコース、あり、終わりです。
あれ X にピグミーレーザーバックかわいい、ミーチトランプルかわいい、癒し系来た、かわいい、終わり。トランプルがな、ちょっとなんかプロフィシーか、ミーチにトランプルあっても何点取るねんって話だけどな。さあさあ一応またなんかさっきの前衛を見た気がするぞ。疲れてるね。この確率でそんなことある？あれ、あれカットになってるかもしれない。ボーン、ボーン。さあ、まあこちらはね、例によって後手なのでガンガンいこう。そうだね。す、うわ、ほら、お、強そう。なんだ？うわ、昔のルールだ。3マナ2に先制攻撃で、2マナでブロッククリーチャーをタップするって、昔ブロッククリーチャーってタップされると、あ、そうだね、戦闘ダメージ与えないっていう特殊能力があったんですけど、特殊ルールが、まあ、全然関係ないね、もう今なくなった、ただの2-2ファースト、ほぼけどブロックしてるやつを寝かすことはできる。なるほどね。じゃあ警戒クリーチャーをブロックするといいみたいな。いや、意味あるからそうなんです、終わりです。でも絵がいいよね、チラード昔ながらの。まあでも先制攻撃で今ね、とりあえず止まってるんで、そうだね。まあ、ここはね、まあ、おとなしく4起動で、じゅじゅん、あら、なにこれ、エンバーイワイルドの陣、でかっ、54飛行、2点払うことによって得ても良い。え、僕取れる？うん、取れる。そっちが2点払うとそっち行く。お互いだから2点ずつ払い合うのかな。あ、2点でいいの？払うよ、そりゃ。僕ライフ払うの好きだし。うん、あれ、じゃあ2点、2点僕のアップキープに取るんですか？各プレイヤーのアップキープに、そうだ、そのプレイヤーが2点払うとこういく。テイストないですか？ない、ないね。マジでだから2点払いずつ垂れ合うだけなんです。なんかヘイストつけてくれ。俺だ。はい。ヘイストつけるやつ。あっ、おおすごい、うおぉ、ちょっと、やばすぎー。ヘイストつけるにしても豪快だ、きついー。あ、でもまあこれは次から俺が2点払えば寝たままだから。あ、そうかそうか。まあ、じゃあ3、4、すごい、10点、10点いきなり、14、終わりで、まあまあ、2点払いますよ、やばすぎー、願いが届いた、ちょっとあのサイクロプスさん、強すぎません？頼む、なんだろう、この盤面、止まるクリーチャーがいいな、とりあえず、地鳴らし屋じゃないですか、やっぱり、で死んでまう、死んでまう、5、なんか強いの、ダン、お、強い、お、何これ。え、なんかラスゴっぽいやつですか。いや、でもちょっと不利な盤面だからな。はいはい、クリーチャーって言うとクリーチャー1体以外は全部死ぬみたいな。いや、違うね、ブレイズみたいな感じだね、どっちかっていうと。あ、土地っていう、土地を咲くんですか。そう、はい、1個ずつ。あ、押してる盤面だと強いんだけど、今押してないからな。終わりか。まあ、とりあえず44が強いからね。あ、な、いや、殴る、いや、そっちがね、出てきてフルパンされることを考えるとね、ライフが持たないかな。ジャンプしてブロックして、いや、いや、投げないですよ、終わりです。これは、あ、取るか、2点、20で、どうしようかな。じゃあ2号で、はい、5、ダーダン、おー、え、強い、ドラーナ、ええー、あ、黒ないか、とりあえず。でも、あ、黒起動か、関係ないわ。飛んでる飛んでるだけで素晴らしい。8、終わりです。どうしよう、はい、で、アップキープで、じゃあ、乗って、はい、2点払うか、2点払って6になって、はい、これでコールはクリーチャーかな。クリーチャー、はい、ボン、で、ドロー、はい、飛行クリーチャー、飛行クリーチャー、頼むー。うわー、あ、死なない、よし、17、このターン投げないともう勝てないか。レア3で17で、余裕学ぶ13、あれ、達よし、アナザーフライング、達よし、ノーフライング、うおー、6、特殊、達よし、特殊、カン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 、懐かしい、かっこいい。ドラーナもな、よくこれレアにしたよな。神話あった当時、神話あったけどね、なんかね、変なやつがね、神話になってて、こいつが通常レアでね、当時のドラフトの時にはもう阿鼻叫喚だったもん。マイナス4してプラス、クリーチャーを殺してこいつがプラス、そうだよ、とんでもないやん、とんでもないよ、とんでもない、むちゃくちゃむちゃくちゃって言って、すご
いやこいつでしたね、やっぱ決めはやっぱね、強いんだよね。発表試合はね、発表試合は、スーパー達吉だからね、これ全員達吉になってキングオブキングオブ達吉これすごいですね。くー、死は瞬きする間に訪れる死んだ、確かにもう死んだはい、というわけでお送りした第17回ハレルヤコンバットいかがでしたでしょうか。久しぶりにやったけど、モミールは最高ですね。いや、楽しいです。なんで、もうこれ今後もね、これからもやっぱリアルで、リアルのモミールってなかなかね、そうですね、持ってる人少ないですね。井原さんね、台本に目線が落ちた後、台本通りに来るから。もうしかもね、いやしかもなんなら今ね、台本の逆を読んだっていうね。津村さんって書いてるセリフを読んだっていう。いやちなみに僕はゆるキャラなんで台本今日無視したもうむちゃくちゃはいという形でね、まあね、これ結構カードの束で作れる、あ、これランドの方だ、まあまあ、とりあえずランドの束さえあれば、そう、あとはまあ適当にね、カード買ってとか、そうですね、なんなら手持ちのカードだけで遊んでもいいですからね、はい、ぜひリアルでも楽しんでもらえればいいんじゃないかなと思いますと、はい、はい、ちなみにあの僕が勝ったんで編集長だったりとかじゃないですか。許そう。じゃあもう今週1週間は君が編集長や。おここがも店長、ここも店長で、ここも編集長で1週間だけじゃない、はい、なんでこの1週間で上がった記事に関する苦情がありましたら全て津村までよろしくお願いします。今週は会社来るのやめとこう。はい、最後にハレルヤから告知を。で現在ハレルヤチャンネルが登録者数1万人以上集めて、ハレルヤコンバって YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。おお、なんと今、チャンネル登録していただけますとアイコニックマスターズが抽選で当たるキャンペーンも実施しておりますので、よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。わあ、最近5000人を超えたそうで、すごいね、折り返しして、はい、それも皆さんのおかげですということで、はい、応募は10月いっぱいとなっております、10月いっぱいまでとなっておりますので、はい、ぜひお早めに、はい、というわけで今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。ハレルヤチャンネルではただいまプレゼント企画を行っております。詳しくはこちらの動画をご覧ください。